のなんか少しこの木の枝からこの紅葉した葉っぱの形とか私ちょっといいなと今ここで思ったんですけれども、さあではここでまあ写真をあの枝をですね撮ってみようかと思いますけれども、この時にその構図っていうものをそのまあ考えますよね。でそうだな、ちょっとこの辺かな、はい、じゃあ今1枚これ撮ってみたんですけれども、こんな風になりましたね。はい、でこれちょっと撮ってみたんですけども、少しこう今小さいなと思うんですよ。で小さいのであの少しこう前に出ていって撮ろうかなと思うんですね。うん、小さいからあの少し寄りましたけども、そうするとですね、まあ確かにあの大きく撮ることはできました。なんですけども、そのこの葉っぱを見る角度がやっぱりでも変わりましたよね。真下からこうこの角度からこう見上げて撮っているわけですよ。それとですね、やっぱりそのこっちから見えているものだったら実際にその見えてるものが変わるんですよね。で、こっから見えてるものとしてそして大きく撮りたいなと思っているので、そこは、望遠レンズにここで変えてみたいかなと思います。よいしょ、はい、望遠レンズに変えてアップにして撮りました。そうするとですね、まあ、最初のこの位置から見ていた方向で、そしてその葉っぱを大きく撮ることができました。まあ、それでこの構図を考える時っていうのは、そのだいたいこう多くの方が構図って言われてその頭にこう描くのはですね、この例えばここの位置に立ってですね、そしてこう覗いたファインダーの中でですね、あの葉っぱをですねどのようにこの画面に収めていこうかっていうことをこう考えると思うんですけども、まず構図を考えるときに大事なのはここの立ち位置、これがいいかどうかっていうことを考えることですね。もっと前に出ることもできますし、そしてもっと下がることもできます。そうすると前に行って、今示しましたように前に行って近づいて大きく撮るとでもこう下から見上げるようになるし、離れたところからだ望遠レンズで撮るとまあ約こう水平に近い感じで撮ることができますよね。こういうふうにそういうことも考えて、自分が今どの位置から見えているものを撮りたいのか、そしてそれを大きく撮りたいのか、どのように撮りたいのかっていうことをこう考える必要があるということですね。今ちょっと枝がこう高い位置にあるのでこう上から見下ろすようには撮れませんけれども、まあできれば場合によっては上から見下ろしたっていいっていうことです。でアングルは下から見上げてこう煽りで撮る、下から見上げて、煽りで撮るのか、それともこう水平で撮るのか、そして上からこう見下ろすように俯瞰で撮るのか、そういったことも考える必要があるということですね。はい、なんかあの辺の
黄色い感じもいいですよね。そのもう紅葉、真っ赤にこう紅葉するちょっと手前のまだこの緑が残ってるぐらいの感じのっていうのもいいですよね。ちょっとあの辺りねいいなと思って撮ったんですけども、そうするとまあこんな風になりました。で、あの通常ですね、まあ普通にこう構えて、まずはこの横構図で、あの横でカメラを横にして撮ろうとしますけれども、やっぱりその時にちょっと、いや縦はどうかなってこうあの思い浮かぶことも結構大事ですね。で今ちょっと、縦でも撮ってみました。縦で撮るとこんな風になります。縦で撮った方がですね、少しこの木がですね、あそこにこう高い木がで、今日はまああの空が青空ですので、まあ、あの青空に向かってこうずっとこうあの伸びている感じっていうのかな、縦構図の方がそういったことをこう感じさせる写真になってるんじゃないかなと思います。で、横だったらあの例えばもっと上の方ですね、こう木の枝がうわーっとこう広がってる、そういったところはこう横で撮った方がいいかなと思うんですよね。はい、こんな風にですね、いかがでしたでしょうか。今回は、秋の日光を歩きながらですね、この紅葉の美しい景色をさまざま写真にですね写してきましたけれども、紅葉っていうのはやっぱりこう綺麗ですから、こうパッと見て、あ、綺麗だな、美しいなって思いますよね。でもその時にすぐにこう構えて、シャッターを切ってしまう、そういった写真は後で見直した時にですね、もう一つその構図がいまいちでな、そんな感じがしますけれども、そのせいでまあ伝わらない写真になってしまっているっていうことがあるんですよね。でその時にあのこの写真のテーマっていうのは何だったかっていうことをもう一度考えてですね、そして改めて撮り直してみるっていうことが大事なんですね。これからはですね、そういったことを考えつつですね、あのご自分の作品作りに取り組んでみてください。またですね、構図には基本の構図法というものがいくつかあるんですね。そういったことについてはまたの機会にお話ししたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。